あ。ん？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 はい。うん。そう、今なんかあの展望の扉が開けて誰が出てきたから、ええー、と思って。僕も光って。やっぱり、いや、あのね、血が飛んできた気がしたんですよ、展望に。血が飛んできた。いや、そうだよね。いや、ちょ、ほんとに、ほんとに。はい、アドミン3秒、バイタル10秒、カメラ10秒、リアクター60秒です。シェリフは1回しか切れません。まとめたタスク1個やると主人が分かって、つられると道連れが発生します。敗戦と脇1はランダムになってます。長引けば早く終わればまだもう1社やる。シェリフ、藤宮、いや謎だけどな、藤宮の。おり、あら、おり、4秒前にはすでに死んでました。七子さんはいたね、わきわキッチンだった。で、武器庫まで一緒で、そこから見てないから多分武器庫にとどまってんのかな。じゃあ、アルブリネロ無理です。高減ができないです。藤宮ってどこ行ったの、はい、僕、エレキまで行きました。エレキ、ハイブリさんに死にあるんで、あ、無理っすね。あれ、あ、上789あたりですれ違ったの、藤宮くん。あ、そうなの。オッケーオッケー。あれ、アルマくんがネロちゃんに白出したのどこで見た？あ、エレキの、3番にいました。あ、ネロちゃんもいるのね。はい、七子さんって武器庫のタスクしてた？いや、わかんない、予想ですね。その、武器庫には僕まで並走して、うん、武器庫のやつで行ってる。みやさん見た？いや、俺は見てないか。おにきが武器の上に入るのだけ見て、うん、で、俺武器上をしまったよな。武器上しまった後に、うん、出たらおにきが武器の上に入っていくのとすれ違い。で、エンジンから上行こうと思って、左下にタスクがないんで上行こうとしたら停電だったから、うん、武器、キッチン、展望って言って、藤宮が下に行ってるはずだから、藤宮どこかなと思って藤宮を探したら、藤宮がいなかったから、藤宮の場所を聞いたって感じかな。うん、僕、キッチン脇で、キッチンの弁当タスクして、武器庫行った時に藤宮とすれ違って、藤宮は席方面に行ったと思う。うん、で、僕、シェリフです。おー、でかい。で、メイワさんも、武器庫上のところで見てるんだよね。そう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 。でも、俺が、切れるのって、なくないっす、うん、なんかね、僕よりも前に行ってそうなんだよね、メイワさんが。僕ね、展望一回り見て、ダウンロードのとこもアップロードのとこも見て、藤宮がいないのを確認したから、藤宮どこ行ったのって話をしてるんですよ。七子さんがコックピット行ってる場合のみぐらいじゃない？コックピット。展望弁当。あ、俺が弁当できるの。うんうん、他の人たちの方とか言ってそうだけど。いや、梅県宿舎脇で金庫のショートタスク2個やって、最後慎太郎さんがミーティングボタン下から押してるの見てます。下だっけ？うん、まあわかんない。どっちから押したっけな。まあミーティングないけど。ごめん。藤宮って武器庫で七子さんを見てるの？見てる。確か七神か新七か、まあどっちも武器庫ら辺で見てる。中までは並走してたんで武器庫。高田さんで残っていましたっけ？俺は最後ラウンジ貨物脇で源さんが停電直してるんで。はい、だとしたら七子さんってもう俺が武器の上をタスクをしてるときに抜けてる以外ないと思うんだよね、うん、上に全然ありそう。もうタスクは終わってるはず。ナイスナイスナイス。藤宮は七子さんが武器でタスクをしてるのを見たの？いや、俺が武器庫からキッチン行くときに、キッチンから武器庫に入る七子慎太郎とすれ違ってたから、まあでも結構上に走ってたような素振りがあったから、まあでもそれは慎太郎が並走してたから、慎太郎から
出るべき情報だとは思う。僕はそのキッチンからミーティングまで基本的にずっと走りっぱだった。で武器庫まで並走してるけど、それ以降奈々子さんの姿を見てないから武器庫でとどまったってのが僕の意見なんで、うんうん、でも富士宮支店で武器庫の上に行ってるっていう人だったら、俺が武器庫の上のタスクのところで上に行ったかどうかはね絶対見るし、曖昧。それは鬼木もその後武器庫の上に入ってるから見るはずだから、まあ、だから多分ね通信室かコックピットに行ったんじゃないかな、僕が見失ったってことは。武器庫にいないんだったらね、奈々子さんが。まあそれはあると思う、うん。その場合って誰ができますか、まあ、一応僕は宿舎宿舎単脇だけど、まあミーティングまでは僕は登ってますね。コックピットでキルしてミーティングまで行ける時系がなんか時系列があるかどうか。メケンさん、慎太郎も一応宿舎に入るよね。慎太郎さんはまあミーティング多くてか僕見てないんで、その辺は分かんない。ただ宿舎にはしたいね。宿舎ミーティング車とかにはない。なんていうか普通にだから奈々子さんと並走して、例えば、うんうん、だからそうミーティングのエンジンで切ってとかはあるよね。あ、エンジンもあるのか。エンジンどこまで行けた、メイヤさん。エンジン行ってないですよ僕。あ、そうだ、僕エンジン行ってないです。武器庫から出ようとした瞬間にもう停電になったから、キッチン展望って言って、うん、僕エンジンのね真ん中ら辺までは行けてんのよ。あ、行けてんの。そこまではしたいないのね。あ、じゃあもう並走でミーティング登ってるぐらいかな、慎太郎さんの場合は、うん、あんまり死ぬ様ほぼないんじゃない。あ、まあでもエンジンで死んでる可能性あるのか。そう。いや、竹尾さんが今エンジン真ん中まで行ってる。上の通路ぐらい、まあ、上通路。気持ち的には切りづらそうではある、うん、まあ富士宮とすれ違って見られてるし、ね、うん、そう。ですね、奈々子さんがキッチン脇からミーティングまで行っていた場合、絶対すぐボタン押すくないですか。奥に行かないと思う。まあ確かにね、うん、いや、分からん。停電で戻ったはあるかもしれない、キッチン。うん、まあその場合僕は切れますね、うん、右側で確実に白出るって誰ですか、まず赤アゲン、アルネロブリ、赤アゲン、ある。あ、じゃあもう全員無理そうかな、右側。そしたら一応藤宮君とすれ違ったとは言ってるけどってぐらいかな、俺は。まあ、メインで。そしたらヒットは僕ですよ、梅健さんとかなんのかな、うん、そうだね、うん、まあ一応藤宮も戻ってきて切るわけ。いや僕は無理よ、うん、エレキでハイブリさん死にあるから。後半だからね、死にあったの、うん、後半に見られたらむしろ無理じゃない、うん、うん、そっか、無理か。動きは怪しいけどね、メケン。ナイス、あ、めっちゃいいボタンで今30秒開けました。おお、俺目線で富士宮はね厳しそうな気はしますけど、まあ、あとね、後半に見られてる方が一応ワンチャンあります。言っとくと、もう4秒前にはすでに死んでただから、前半の死人の方が大事だと思う。そのだって僕ってキッチンで鬼木見られてて、うん、あ、いや、でもその全然疑ってない。奈々子さんがマットとかじゃないと、うん、多分とんでもない色気色になると思うから、奈々子さんが石とかに来てたら、うん、まあ切れるけどぐらいしかないと思う。まあ、基本ちょっと、うん、そうだね。梅梅で、梅屋さんってサボなんか最初のやつ直したんでしたっけ？いや直してないよ。直しに行こうとして直ったって感じ。まあまあ、一応僕今回展望で停電直したんで、僕慎太郎さんそんなに疑ってないから、梅屋さんと僕のロラは一応飲めますけど。ないですよ。まあいいのかな、わかんないけど。その200枚絞れるんですか？ああ、藤宮君が竹尾さん、シェリフ、右側が5人弾けて、慎太郎さんは容疑者にみんなが入れるか入れないかで、僕があんまり疑ってないからっていうぐらい。ね、藤宮が切れる場合は、七子さんはマットメイトとかじゃない。いや、そうわかる。だから、藤宮は釣らなくていいと思う。ね、慎太郎さん弾いてる理由が、下位置が基本ミーティング多くなんだけど、キッチンで湧いてミーティングまでタスクを1回もせず、直行した人がミーティングにわざわざ行ってタスクをしに行くとは思えないから、奥まで。わ、うん、かります、わかるわかるわかる、うん、タスクを無視してミーティングまで行ってるのに、じゃあミーティングの奥だけタスクやろうとは思わないから、まあね、ミーティング配線のみあるかなって今考えてては思ったけど、あ、でも、ね、その場合って梅県がレポート入るくない？梅県って上側に行った人物でしょ？下に慎太郎いましたよねって言ったってことは違うの？いや、最後下の方に、下側からって言ってました、両方とも下なのか、下の方に慎太郎さんが見えた。まあ一応、まあ一応僕的にはロラディだったらいいけど、メイヤさんは切らなさそうって思っちゃうけどね。結構な人がいたから。あ、そうだね。うん。まあでも消去法で、メイウメシン、で、慎太郎も
厳しそうってなるならまあメルメローラーでもまあ、うん、懸念はだから慎太郎はエンジンの真ん中よりも右というか上の、うん、そう上側、ね、通路だね、そこだけだね、このぐらい、そこだけだよ。あと鬼って武器の下って見てますか？武器の下は見てない。キッチンから並走して走ると多分その辺でクールが開けるからキッテルは一応ありえそうではある。津田さんこれロラします？まあしますか。僕は梅健さんから入れたいけどね、なんか詰まりそうになったから梅健さんからローラ提案したはあるかなと。まあでもそれやったら慎太郎さん僕弾く必要なくないですか？まあ状況的に、いやせめてなんかローラされるよりは一人通した方がいいと思うけど、ロラでいいって言ってるんだったから、まあ抵抗戦でもろて、ナイスナイス、うん、僕がインポスターならコメサボ鳴らします。あれ藤宮君ってコメサボも勝てなかったっけ？まあ俺待機してたけど、うん、ああいいか、まあ、ごめん、うん、じゃあわかんねえわ。まあローラーしますかね、うん、いや大丈夫かわかんないですけど、うん、いやでも梅健さんがいいって言ってるからそうね、うん、じゃあまあ慎太郎がインポスターだったら、僕は慎太郎を疑ってましたからね。そうね、そう、うん、疑ってましたからね。これじゃあ、ウケンさんクルーだったら、ウケンさんの。まあ、僕ら右組は知らないですからね。そうね。わからない。俺らはわかんないけど、言う責任はない。うん、責任ないです。僕は一応慎太郎に入れておきます。なんで甘いい大人たちが全責任はね、まあ、でもシリフの進行です、うん、僕は僕は梅県メイヤで考えたらメイヤさんの方が白いなって、うんうん、一緒にいた時間があるから思っちゃってて、うんうん、まあ、梅県さんの黒よさをあげてあげるとしたら、うんうん、さっきあのロラでいいって自分が言った割には抵抗したなっていう。あ、うん、じゃあロラします。まあこれ負けたら梅健さんのせいだ。どうしろおきした。入念に言うな。まあ勝てばいいんでね。勝てばいい。そうね、うん。勝ちましょう。はい。はい。健さん。対戦がな。まあ、アップロードまでは終わらしとくのが一番。キッチンの展望に向かう通路ら辺だったんだけど、ね、うん、展望側で光ってます。そう、今なんかあの展望の扉が開けて誰が出てきたからええー、と思って僕も光って、やっぱり、いや、あのね、血が飛んできた気がしたんですよ、展望に。血が飛んできた、そうだよね。いや、じゃあ本当に本当になんかあの配線終わった瞬間になんか画面の右端にブシューってなんか飛んできた気がしてで、えって思ったんだけど、なんか気のせいだったらあれだからだ、アップロードしに行ってるって。展望で藤井ネロで、まあ僕が直してるんですけど、ネロちゃんも手で直した時は、ネロちゃんが配電盤前にいて、その後アルマが展望配線からアップロードの位置に行きました、うんうんうん、だからまあアルマも完全な弾きはできないけど、相当弾力のあるキルだけど、まあ基本弾きたいアルマ。藤宮が配線しないで右でキルだよね。あの扉が閉まってたから藤宮に白を出せるっていうことでいい。まあアルマ視点多分まあ同じですね。藤宮がキルしてたら相当弾力のある、うん、まあ扉も閉まってるんで、そう、扉全部閉まってたんで、まあ、僕席方面から難しいと思います、うん、一応他の人アーカイブら辺にハイブリゲンがいます。はい、ので展望キッチン付近だったら大丈夫と思ってください、うんうん、僕の最終位置はシャワーです。
あ、最終貨物です。貨物、貨物です。武器庫から貨物まで、はい、あ、左にもうタスクがなくて、その前にラウンジじゃねえや、うん、シャワーかアーカイブあたりでハイブリさんとだけはあって、ゲンさんは見てない。え、まあ、ちょっと自信がある人は弾いていいと思います。ラウンジ、え、浮いてるのって誰ですか？シャワーかアーカイブどっちか。慎太郎さんのシャワーって私も照明取れないんですけど、どなたが取れる方います？俺も取れない。俺はゲンさんしか見てない。エレキにいました。ハイブリさんしか見てない。エレキで慎太郎いました。で、僕と一緒になってます。そうです。慎太郎切るんだったら、竹尾さんが蓋してるか。いや、うん、まあ一応弁当行く時間あるけど、だったら僕切った方が良くないとは思っちゃうな。一応ケンシの写真もないけど、俺本タスクしてるんで、俺から見えないは全然あり得る。あと俺視線あるまあ完全な弾きはできない。まあお互い、いや僕神様だと思うよ。え、理由は黄緑の血だと思ったけど、血がネロちゃんなんだったら神様だと思う。だって血の色は嫌いた人の、いやそうだから黄緑が見えたと思ったけど、いやでも僕色弱だからな。どうなんだろう。ああそういうこと。ないと思うけどな。え、アルマは停電直前ぐらいにメインに上がって多分左方向に走っていったと思います。フジミヤと一緒に上がったよね多分。まあ一緒にというか、まあ僕は死にはあります、まあ、フジミヤはキルできないはずなんで、さっきのキル中のアルマから城が出てるから、まあ相当弾力のあるあれじゃないとっていう。で、え、そうなるとハイブリゲンもさっきできないんで。あ、そうですね、出てます。うん、慎太郎高い。今回私浮いてますけど、うん、まあ基本高しになるんじゃないかな、さっきのキレも含めて、うん、一応今回の僕の移動経路は、アーカイブラー行ってシャワーメインエンジン宿舎前で最後ミーティング登って終わりぐらいです。停電したぐらいでメインから左に走ってますアルマは、うん、で一応エレキに高田さんは行ったけどって感じ。慎太郎君どのタイミングで登った？最後の最後。あ、もう最後の最後ですね、うん。まあ、タイミングが良ければやけど、今宿舎の扉全部俺が開けているところなので。じゃあもう俺本当に俺が通過した後に閉まったのかな。まあでもアルマの遺言まで考えると黄緑っぽいのが見えてる。見えるのかもんだよ。まあわかんない、ね、それ多分宝さんの花だったんじゃないかなと思うけど。それだったら慎太郎だろ。花びらが一枚。いやいやいや、まったく。証明するだったら。ちなみにタスクどうですか、うん、タスク。タスクは一応順調です。順調です。あと2です。スイス、私。あ、ボアンナスを左に固まってるんで、飛べたらいけるけど。ケンさんとサボは直してますか？直してない。あ、いや、ゲンさん、初手で直した。あ、そうだ、最初で直しました。失礼。最初手直した。高田さんと会えた時に直した。うん、手で。であれば、まあ、マットないなら、まあ、新高でも、とは思うが、沸かせます。ゲンさんがきついのであれば。うん、ああ、まあ、僕、さっきのキルで思ったんだけど、僕を追いかけて行ったんだけど、うんうん、僕がアップロードしてたから見つからなくて、いた。ネロちゃん切ったみたいなのがあるのかな。あるかもしれないですね、うん、でもその場合僕がインポスター司会で竹尾さんを見失ったってことですよね。まあ普通に見失ったんじゃない。慎太郎入れますか、まあ、僕ボタンないんでサボの方向かいます。同じくボタンなしです。ひどい。なしです。え、
ナイス。中野さんもよしよし、合ってる合ってる。ナイス。何が見えたんだろう。だからなんかが飛んできたのは見えて、で黄緑の血だと思ってたら、シロちゃんが死んでたから。いやでも黄緑は絶対見えなくなったんじゃないっけ。扉のところでなんかあれかな。見えます見えます。今。あ、まだ残ってる。刺ってたかな。うん。前より薄くなっただけか。いやね、あの色になったんですよね、なんかそのプレイヤーの。あ、そうなんだ。あ、そうなの。赤が直接的だから。前まで赤だったのが、赤が血しぶきなくなる。で、その次のアップデートでプレイヤーの色の。そうなんだ。知らなかった。そうなんだ。ああ。へえだ。よくあのサムネでキルしてるシーンのところを使ってるから。はいはいはい。現行犯見ないとわかんないな、それ。